皆さんどうも、ゆっくり霊夢です。今回もよろしくね、ゆっくり魔理沙だぜ。スウェーデンとスペインの試合のベスト4もすごい試合になったよねー。終了間際の10分までスコアレスの展開からお互いが怒涛の攻撃は見応えありましたね。最後はスペインが押し切って初めての決勝進出を果たした。日本にはどちらの国もこの大会で縁があった国。向こう側のベスト4は優勝候補のイングランドと開催国のオーストラリア。どちらが上がってきてもスペインに頑張ってもらいたいよね。ですね、日本はそのスペインに唯一黒星をつけた国になるわけだし。しかし今大会はチケットの売り上げや入場客数においても過去最多を更新。出場国数が増えた影響もあるんですかね。もちろん無関係ではないけど平均入場観客数においても前回より2割ほど増えてることを考えれば今大会は成功と言っても良い。この大会をきっかけにいろいろな国でも女子サッカーが根付いていけば良いですよね。日本でもEリーグはもちろん、パリ五輪に向けての予選など、ここからも様々な大会があるわけだけど、JFA の田島会長はこの盛り上がりを受けて驚きの考えを明らかにした。それは女子ワールドカップの誘致。しっかりと JFA の中で、女子委員会の中で、そこを目指してやろうという機運を盛り上げて、やっていかなければいけないと思います。とし、続けて、オーストラリアがアジアなので、2027年はできないので、そう考えると2031年、2035年になりますけど、その時の大会を取れるようにはしたいと思いますね。と具体的な意欲を明らかにした。2002年の日韓共同開催以来のサッカーのビッグイベントが日本にやってくるということですね。開催の持ち回りを考えると次回大会が難しいのが残念ですけど、2031年なら8年後。藤野や浜野といった選手たちがピークを迎えてる頃でしょうし、これはぜひやってもらいたいですね。もちろん女子ワールドカップが盛り上がるイコール誘致も激しくなってくるだろうけど、実は日本はこれまでも誘致に動いてたんだよね。え、そうなんですね。もともと2019年の女子ワールドカップの誘致を考えていたんだけど、2019年のラグビーワールドカップ、2020年の東京五輪と、サッカー以外の大きなスポーツイベントが被ってしまったため、JFA としては2023年、つまり今回の大会で誘致に動いていたんだ。つまり、直近で誘致に負けたわけですね。これはしっかりと負けた原因を知っておく必要があるのでは？知っての通り、オーストラリアとニュージーランドの共催となったわけだけど、最終的な投票の際の候補は開催国以外はコロンビアのみで2カ国を対象にした投票。つまり日本は途中で立候補を取り下げる形になったんだ。原因はいろいろあるんだけど、一つはコロナウイルス。コロナによって東京五輪も1年後ろにずれる形になりましたもんね。年齢制限が設けられている五輪の男子サッカーとは異なり、女子サッカーはフル代表が参戦する大きな大会。2021年に東京五輪が延期されたことによって、短い期間に同じ規模の大会を続けて開催することが、残念ながらネガティブな方向へと向いてしまいました。と撤退の際に田島会長がコメントしたようにその時の流れが不運に向いた説もある。事実、同じように立候補していたブラジルもコロナ感染によって同様に立候補を取り下げてるしね。オーストラリアとニュージーランド、日本のアジア勢とコロンビア、ブラジルの南米勢から一つずつ抜けた形ってことは、つまり、アジアと南米でそれぞれが一本化されて分かりやすい形になったわけですね。結果的にそうなって、アジア勢にアフリカ勢、中米勢の票を得てオーストラリアとニュージーランドの開催に決まるんだけど、コロナ感染がなかったとしても、日本はアジアの国から多くの支持を得られてなかったんだよね。JFA が誘致撤退を表明した際にホームページにアップした文章からも、どのような視点で開催地決定の要素を考えるのか、その時々で変わっていく状況を冷静に見極めていく必要があります。世界的な女子サッカーの普及や発展ということは当然ですが、より多くの国で大規模大会の開催が可能となる共同開催が近年の世界のトレンドになりつつあります。とオーストラリアとニュージーランドの共催というフォーマットが現時点で支持を得やすかった、とし、すでにASEANサッカー連盟がオーストラリアとニュージーランドへの支持を表明。ブラジルが立候補を取り下げたことが、南米サッカー連盟の票の一本化につながった。コロンビアやオーストラリアとニュージーランドは、女子も含めた年齢制限のないFIFA大会の開催を経験していない。南米や南半球初のFIFA女子ワールドカップとなれば、普及という観点でも非常に大きなアドバンテージになる。など多くの理由を撤退の理由に挙げてるし、インタビューにおいても、他の地域の方がこうだと私の口から申し上げるのは、ちょっと控えさせてください。ただ、アジアが一つになった方が望ましいと思っている方は、多くいらっしゃいました。とコメントしているように、日本が撤退してくれた方がアジアとしては動きやすい、空気読めよって流れだね。なるほど。
日本にとってはちょっとタイミングが悪かった感じですね。そしてアジアで開催されたから次回も招致はできず、最速で2031年という形になるわけですけど、タイミングが合えば日本は2002年のワールドカップも開催しているし、東京五輪など世界的なイベントも開催してますよね。それを考えたらインフラとかその辺で開催を妨げるものはなさそうですね。いや、そうとも言えないのが寂しいけど現状なんだよね。FIFA より公表された2023年女子ワールドカップの開催に立候補していた国の評価報告書を見てみると、日本の評価は芳しくない。JFA の報告では、日本の提案やサッカーを取り巻く環境を高く評価していただいたと考えています。一方でオーストラリア、ニュージーランドが日本を上回る評価を得たことも冷静に判断する必要があります。と言及しているように、日本が開催国にふさわしいかどうかの評価において、現開催国が日本を上回っていたわけ。なるほど。インフラの部分でも負けてしまってたわけですね。この評価は1技術評価、2リスク調査、3説明の3基準によって評価されてて、スタジアム、チーム審判員の施設、宿泊地、国際放送センター、関連イベント会場、広告の6項目で評価する技術評価は、日本は5点満点中 3.9 点で現開催国の 4.1 点に及ばず、2番目のリスク調査は交通、安全性、健康アンチドーピング、IT、イベント時期、政府の支援、建設、コンプライアンス、持続可能な大会マネジメント、人権、環境保護の観点など多くの点で各国を評価。日本は、政府支援、持続可能な大会マネジメントという2点においてリスクあり、と判断されここでも及ばず。3番目については公表されていないものの、3つの基準のうちでオーストラリアやニュージーランドに及ばなかったのが事実。つまり、開催国としてふさわしいかどうかそこの部分でも大きくはないものの、疑問符がついているということですね。同じタイミングで評価されたコロンビアと比較すると圧倒的に日本の方が評価が高いことから、平均以下ではないだろうけど、JFA の撤退のコメントにおいても、今回予想される結果を冷静に見極めながら、今後、長期的な視点で日本のプレゼンスをいかに高めていくか。世界の女子サッカーをリードし、日本としてどのように世界に貢献をしていくのかを含め、戦略的に考え、実行していかなければなりません。と言及。撤退を決める会議の際には撤退せずに投票で玉砕しても良いのでは?という意見もあったことを明かしながらも、投票日が近づき、票の動きがだんだん判明していく中で、何が日本サッカー協会にとって一番いいのか。玉砕の仕方にもよりますけど、全く支持されないまま負けることが次のステップにつながるのかといえば、やはりマイナスというかネガティブな方向へ行きかねない。ここはアジアの中で一致して次へつなげる。次をサポートしてもらえる方が日本サッカー協会にとって得なのではないか、と。と田島会長はコメント。続けて、今回の決断が女子サッカーの発展を妨げるとは全く考えていませんし、必ず開催する来年の東京五輪でなでしこジャパンが活躍すること、WE リーグを成功させることを足し算にしていくことに集中できます。私自身がワールドカップ招致を強く推進してきた意味でも、本当に苦渋の決断だったと察していただければありがたい。ただ、全てが無駄になるわけではなく、将来的に日本でワールドカップを開催する価値は絶対にあると、多くの方に理解していただいたと考えています。と2023年の招致断念が前向きな決断であることをアピールしている。なるほど。それを考えたら2031年の招致に動くのは当たり前の話だし、賞賛もあってのことなんですね。だね。ただ1月になるのは世界的な潮流。2027年の女子ワールドカップの開催地は2024年5月に行われる投票で決まるんだけど、立候補しているのはベルギー、オランダ、ドイツの共催、アメリカ、メキシコの共催、ブラジル、南アフリカの4つ。アジアを除く大陸から立候補が出ていて、その半数は共催なんですね。共催が望ましい形になると、2023年に共催で立候補?と報道があった韓国と北朝鮮の共催ってパターンもあるし、現サッカー界に太いパイプがある中東の国の共催ってことも考えられる。アジアの中でもライバルが多いですし、男子と同じように日韓共催のパターンもありえそうですよね。個人的には日本単独開催を期待したいけど、次回の開催国がどこになるかも鍵になってくる。考えることが多すぎますね。まずは WE リーグ、そして来年のパリ五輪を応援する。ってことで良いですか?わら。だね。女子サッカーにおいてもワールドカップ開催は大きなきっかけになる。それまで火を消さないような取り組みや選手の活躍を期待したいね。もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いします。コメントやいいね、励みになるぜ。